こんにちは。ということで、今回はブランコを作りました。イエーイ。ではとりあえず早速乗ってみます。はい、乗りました。どうですか？焦げてますか？ブランコは焦げてませんか？私の体の色は焦げてます。今回は、強化学習を使って、このブランコを漕ぐことに挑戦してみようと思います。今はただ適当に腰の関節を曲げているだけです。適切なタイミングに重心移動をすることで、ブランコは揺れていくので、腰関節だけでも無理やり漕ぐことはできそうですが、今回は手首と首以外の全ての関節を使って学習します。ブランコの鎖のつなぎ目が多いので、油断するとすぐに荒ぶります。物理エンジンの難しいところですね。ではこれも考慮しつつ、行ってみよう。はい、ブランコを9個用意したので、皆さん練習していきます。説明のため1人に注目します。動かせる関節は手首と首以外すべてです。そして左右の手足は同じ動きをするようにしました。手は鎖にがっちりと固定し、足は踏み台にがっちりと固定します。この条件で、ブランコを揺らすには、どう報酬を与えればいいか考えました。足の踏み台の軌道をこんな感じにするのが目的です。なので、ブランコの根元から踏み台までの距離が最大に近いほど報酬を増やします。これだけでは突っ立っていれば、どんどん報酬がもらえてしまいます。なので、踏み台の Y 座標が、ブランコの根元の Y 座標から遠いほど罰を与えます。この条件により、回転してしまうのも防ぎたいです。さらに、踏み台の X 座標と、根元の X 座標の差が大きいほど、報酬を与えます。これらの条件にすれば、ブランコが最大まで揺れ切った時に一番報酬が多くなり、最下点では報酬があまりもらえなくなります。そして、この前の立ち続ける学習みたいに、プルプルして欲しくないので、体を動かす頻度を少し減らし、関節を動かすことに罰を与えます。これで、なるべく関節を動かさないようになって欲しいです。あと一つ、小さなオブジェクトのつなぎ目が多いせいで、時々荒ぶるので、踏み台がどっか行ったら罰を与えて、やり直すようにしました。では、報酬や罰の細かい比率説明は省き、学習した結果をお見せします。どうですかね？ちゃんと焦げてます？剛腕で無理やり漕いでいる感が否めませんよね。頭も打ちまくっていて、見てられません。ちょっと筋力を与えすぎかと思ったので、筋力を減らし、学習し直しました。それがこちら。どうですか？かなり人間に近くなったと思いませんか？とても無駄のない動きに見えますね。最下点を通るときは、踏み台を一気に動かし、振り切ったところでできるだけ、とどめておこうとしているみたいです。スローで見てみましょう。ここで手を曲げ、一気に踏み台を加速させる、準備をしています。体を支点にすることで、回転半径を短くし、加速速度を上げていますね。踏み台が上に行き過ぎないように、ブレーキもしっかり。ここで手を伸ばし、重心移動をして、下に引っ張って、また一気に踏み台を加速させます。そしてまた素晴らしいブレーキングテクニック。リアルタイムではなかなか見てもわからないような、人工知能の技術が、スローで見ると垣間見えましたね。普通に乗る、ブランコはこれで成功として、次はブランコで回転をしてみましょう。回転しないようにしていた、この報酬設定を少し変えます。こんな感じに、回転した時の頂点に近いほど、罰を減らします。これで、さっきまでの振り切った場所に来た時、下に戻るよりもさらに、上に行った方が報酬が増える仕組みですね。では行ってみよう、というか学習後の結果を見せます。さあ行こう。おお、
そっちに回るのね。確かに一発目から回るには、そっちの方が良いのかもしれませんね。それにしても綺麗ですね。またスローでも見てみます。まずは一気に反動をつけて、足を上に持っていってますね。体操選手みたいだ。かっこいい。せっかくつけた反動を無駄にしないように、回転に活かすのかな。変な動きをして、勢いを消すこともありません。しかしまだ一周目なので、さすがに勢いが少し足りなさそうですが、次に向けて体勢を整えています。二周目の動きは、一周目とはまた違っています。その状況に合わせて、行動をしっかりと選択していることがわかりますね。その後どんどん勢いが増して、回転を続けるようになりました。でも、失敗して真似すれば怪我をしそうな場面もあります。動きを真似する方は、自己責任でお願いします。自己責任でお願いします。